皆さんこんにちは。今回はダンジョンのウェーブ方式のモブ狩りについてなんですけど、まあ前回で合ってるのかな、まあなんか動画編集するかどうかってこう気分で決めてるところあるんで、この動画、あの前のそのモブ狩りの動画が前回の動画になるかわかんないんですけど、あの前回ね、あのまあこうやってまとめて狩る、あの集まってきたらまとめて狩れるっていう話をしたと思うんですけど、このダンジョンのウェーブ方式特有のやり方っていうのがあって、まあこれもあんまり上の階層行きすぎるとちょっと集まりが悪くなってくるんですが、まあここでですね、あのウェーブ2、ウェーブ3ってなると、まあ例えばここの狩り場いる敵を倒すとウェーブ2ってなってモブが発生するんですよね。ここにモブが湧くんですよ。で、湧いた瞬間に、あの、このね、湧くモブいっぱいここいると思うんですけど、湧くところを覚えておいてですね、その湧くところの大体真ん中だから、真ん中かなっていうところで、あの、次のウェーブに行くとですね、一気にこうやって集まってきてくれるんですよ。これがね、すごくね、あの、ダンジョンだと早いんですよね。で、今、ここにいたら、こちら辺、右側あたりのモブだけこっち寄ってきた気がするんですけど、本当は、モブが集まるところって、この狩り場の上半分全部あたりだった気がするんで、一人がこの右半分、もう一人が左半分で待ってると一気に、ダーって集まってきてくれるんで、55層以下ですね、大体。うん、大体かな。でも、あのね、もうちょっと上、94層とかでも、ある程度集まってきてくれるんで、この方法ね、あの、大体でやってて、待ってるとね、あの、すごく効率が良くなると思います。いや、ここら辺はちょっと散らばりが多いし、先に待ってることができないんで、35層のこの上の狩り場ね。できないんで、ここら辺はちょっとね、まあめんどくさいんで脱出しますけど、まあこれもね、あ、でもここ最初、ここはあれかな、これ今ウェーブいくつだ、ウェーブ3か。これウェーブ3で次4、あの、4分の3になってますよね。4回のウェーブのうち3回までになってるんで、このウェーブ3借り切れば、ウェーブ4の、ボスが出てくるのかな、多分だけど。だよね、多分。忘れてはいないか。うん、多分そう。なんで、あとね、55層ダンジョンとかね、もろそうなんですけど、あ、そうそう、モブのアルゴリズムが、上の層によってその全体的なモブのアルゴリズム変わってくるんですけど、個々のアルゴリズムの違いっていうのもね、まあちょっと意識してほしいところではあるんですけど、そういう細かいところはまた、まあ別の動画でちょっと言おうと思うんですけど、マジで話しても話しても話足りないみたいなところがあって、で、ここもですね、まあ最初ちょっとこうやってある程度はもう集まってきてくれるんですけど、まあこれもね、個々のね、モブのアルゴリズム、ああ、ちょっとこれくらいだとちょっと説明しにくいな。ちょっと一匹だけ残したい。まあこれくらいでいいか。まあこれ、まあ一匹残さなくてもいいか。だいたいここ狩り終わったら、もう片方の人が、ここで待ってるんですよ。ここで待ってるのが理想なんで、ちょっと来てほしい、こっち。モブ来てほしい、ちょっと説明しにくい。もうここで誰かが、一番ロード早い人が、ここ先行く。最初にここでモブ集めて狩る。まあ一人か二人ぐらい行く感じですね。で、その左上、マップ左上ですね。で、買ってもらったら、あ、ちょっとこっち来て、こっち来て頼む。あー、後半狩らないで。で、ここら辺で待ってるんですよ。多分大体ここら辺。で、ここで待ってると、ほら、あー、まあちょっとずれたかな。まあ大体合ってるかな。うん。これで、まあ、ツーパンでギリ狩れれば、まあ、あー、ここじゃない、間違った。違う。今度こっちなんですよ。今度、最初に一人目がここで狩るみたいな話をしたんですけど、最初の一人二人はここで狩ってるんで、ここから動かないでください。最初にここ一人二人行くっていう話をしたと思うんですけど、ここで、待ってると、最初の一人二人が。で、
もう一人が、もう一人か二人かここら辺で待ってて、多分このエリアの、この上とちょっと下あたりに一人ずつ配置してもらって、で、ここの人たちが狩り終わると、ここにモブが発生するんで、この二人に、スキル一発ずつ打ってもらって、ワンパンで倒してもらうと、ここにモブが湧くんで、このエリアの、この上、ここら辺ですね。この狩り場エリアの左上あたりの、範囲で、この上半分と下半分に、一人ずつ配置すると。一人ずついてもらうと、大体、こう集まってきても、まあ、たまにこっちに、一匹暴れたりするんですけど、その後は、もう一回これ、スキル打てばいい。で、余った人はもう、先に、このバリケード前ですね。この解放される前にもう一人、暴れた人はもう先に待ってる。で、狩り終わったらすぐどんどん、先に進んでもらう。で、ここも、まあ、ここは先に待ってることができないんで、まあ、ちょっと勝って、で、ここは、狩る前に、狩る前にっていうか、狩る人は、こことここあたりで、こことこことここが理想だけど、まあ、最悪、ここと、ここ、一人ずつ、待っててもらうと、一気に集まってきやすい感じはします。大体こことここじゃん。なんか大体こことここなんですよ。右、ここは右半分、左半分で、待っててもらうことによって、一気に集まってきてくれる。で、これ今ウェーブ5なんで、このウェーブ5が借り切ったら、ボス、ゼーファンが現れるんで、で、大体このゼーファンがここら辺に現れるんですよ。で、ここら辺に現れるんで、この位置でタゲが、待ってて、で、ボスがここ現れた瞬間、タゲスキルを打つんですよ。まあ、これちょっとタゲスキル今つけてないんですけど、ちょっとタゲの装備にしますかね。タゲ。タゲの装備どっか作ってあったかな、これ。あ、これでいいや、もう適当。まあ、これはね、そんな耐性とか、まあ、すぐ浄化ポーション、まあ、浄化ポーションもったいないなって思う人はね、凍傷だっけな忘れたけど、凍傷と、あれなんだっけスタンかなんか忘れたけど、なんか来るんで動けなくなるやつ。麻痺だっけ凍傷だっけ忘れたけど。まあ、麻痺だったら解毒ポーションで解除できるんですけど、スタンだったら浄化ポーションでしかできない、解除できないんで。で、大体ここら辺にボスが現れるんで、現れた瞬間、もうフォロー、このディアーベルのタゲスキルを打つんですけど、もうね、本当だったら、タゲって通常攻撃一撃入れてからこう打つんですけど、もう俺は、55層に限ってはもう現れた瞬間もうこれ打っちゃってます。で、そこでなんですぐタゲ取んなきゃいけないかっていうと、知識あるっていうか、本当に早い人だと、ここの、この今ウェーブ5ですけど、このボスが出る前直前のウェーブですね。このウェーブ5の段階で、このモブ狩りをすると同時にもうカジババフをかけてるんですよね。で、カジババフって、そのスナイピングアローシノンとかなんですけど、そのもう弓のカジバセットに切り替えてて、スナイピングアローシノンってどこかな？こういうやつですね。この防御氷河4バフっていうのがあって、HP が少ないほど攻撃力が上昇。これ、全体攻撃で、そのモーションも早いんで、これでもう、バフをかけながら、モブを飼ってる人とかいるんですよ。で、そういう人はもう、ここ現れた瞬間、もうスイッチが溜まってて、もう覚醒もしないで、タゲガイカジバ弓モッドでスイッチ一発打つだけで、即座にボスが沈むみたいな、みんなで一斉攻撃するとね、一人だけだと、まあ、一瞬で終わらすのはきついんですけど、そういうことがあるんで、まあ、俺はそういうのを気にして、ちょっともうウェーブ5の、もうモブ狩りの段階で、もう、ちょっとタゲなんで、でもここで先に待ってるっていうのをしています。まあ、ちょっと人によってはそれはさすがに、まあ、やりすぎなんじゃないかっていう人もいるんですけど、俺はそれがちょっと楽しくて、まあ、やってます。で、ここね、このタゲでここ待ってる間に、例えばここのモブが自分の方に寄ってきてしまうとですね、自分で狩ると、自分でそのソードスキルを打って硬直が生まれるじゃないですか。で、硬直が生まれるとこのタゲスキルを打つ余裕がなくなってしまうんで、
硬直でね、あと SP 足りなかったりとか。現れた瞬間これを打ちたいんですよ。このディアベルのターゲスキルで、打った瞬間もう、モブ、あ、違う、モッド弓モッドが待ち構えていて、火力組の。で、瞬殺みたいな。まあ、ここはね、タゲとか別にいなくてもできるんですよ。普通に片手再建で勝ってもいいし、別にそういうパテでもいいんですけど、俺はそれが面白くてやってます。そこまでやんなくて、もう別に枯れるんですけど、そこまでやると、タイムが、なんかほんと40秒台とか出るんで、もう早いと40秒切ったりとかするんで、それが、まあ面白かったりするんで、まあやったりしますね。で、これ見てみますか？本当にここら辺にボスが湧くかって話ですけど、ちょっと、ほら、ここに湧いた、ここ。ここに湧くから、ちょっとね、この辺りなんですよね。この辺りで、この、上辺の、壁より、ちょっとここ。壁より、ちょっと、間隔空けたところで待ってると、まあ、大体で待ってればいい。あ、スタン今食らいましたね。スタン耐性、気になる方は、まあ、つけるといいんですけど、まあ、アイテム使用負荷ここ来ないんで、55層なんで。さすがにあんま低層だとちょっとね、アイテム使用負荷は来ないんで。で、これね、ほんと飛び上がったりするから、ほんとね、タイミングとかね、気をつけ、よく、ボスを見てね、最初ね、タゲスキル打って、もう一回衝撃モーションが速いスキルは最初ね、一気に打っていけると思うんですよ。飛び上がる前に。いきなり飛ばれるとしてもね。例えばですけど、まあ、この、片手コンの、装備だったらですね、こういうやつですね。腕利きのカジア・リズベット。まあ、これね、まあ、こういう人ね、こういうの持ってないビギナーとかもいるとは思うんですが、まあ、タンクってさ、始めたての人はさ、耐えられるのか怖い、不安だ怖いって思う人もいるかもしれないですけど、ここぐらいだったら、まあ、強い人来たらね、速攻で倒してくれるんで、まあ、あんまり人が来ないとね、ちょっとね、時間かかるかもしれないんですけど、まあ、ここはね、昔はね、直剣モッド全盛期にね、出た階層なんで、直剣モッドでね、ここは弱点突飛なんですけども、直剣モッドでも十分倒せるくらいのね、あ、こいつ属性耐性あったっけ忘れたけど、まあ、とにかくね、直剣モッドでね、みんな、来てました、昔。今はね、片手再建とか、まあ、タゲガイカジバユミとか、で来る人がほとんどですね。まあ、っていう感じで、まあ、そうですね、モブが、ウェーブ方式の場合ですね、モブが湧く前に、湧くところの中心で待ってるっていうのが、すごく、まあ、いい動きなんですよ、ダンジョンで言うとね。まあ、94層だと、ほんのちょっとね、まあもう、なんていうの？近づいてこないモブとかも、いることはいるんですけど、まあ、94層くらいでもまあ、通用する考え方だな、まあ、大体はですけどね、って思います。だからね、まあ、そうですね、モブが湧くところを覚えておかないといけないの大変じゃんって思うかもしんないですけど、こういう考え方ができるところって大体まあ、55層だったり48層だったりする、それくらいだったりするんで、まあ、あるとしてもどうなんだろう、47層とかあったっけな。まあ、そういう感じなんで、まあ、でも正直、集会って何回もやってる感じだと思うんで、まあ、正直最初からできなくてもいいんですよ。最初の2、3週、まあ、多く言っても10週とかは別にそこまで、まあ、完璧にやんなくてもいい。もう本当に何週も何週もするから別に最初くらいはそんなね、枯れなくてもいいと思うんですけど、やってるうちになんか分かってくるんで、まあなんか、ずっとやってて、もう大体これくらい分かっ、この辺りに湧くんだなっていうの分かってきたらさ、あ、もうここでいいんじゃねってこうなんとなく思ってくると思うんで、まあその方が早いじゃんみたいな。で、そういう考え方ができるようになってくるとね、まあそんなね、本当にガチでそんな最初はね、やろうとか思わなくても、まあ、慣れればね、なんとなくは分かってくるんで、もうそれでいいと思うんですよ。まあ、もし分かっ、そういうのが分かってきたら、まあ、そういう、方法をやると、まあ、早いよねって感じで、もう、前の動画でも言ったと思うんですけど、マジモブ散らすなよとか、まあ、そういうの本当にね、モブ狩りそこまで言うのはさすがにかわいそうなんで、言わなくていいと思うんですけど、
あ、なんかちょっと枯れてない。あ、そっか、あれか。なんか打足性インゴとか入ってんのかな、これ。多分、あの、タゲの装備セットにしてるから、これなんか枯れないなと思ったんだけど、これかな。まあ、こういうやつで、例えば、まあ、ここを飼ってるとするじゃないですか。で、ここで待ってる人がいるじゃないですか。いるとするじゃないですか。で、そういう時に、あの、こういう真ん中とかすげえ中途半端なところで、あの、待ってる人とかがいるんですよ。で、そういう時に、あの、スモブがばらけて、まあ、遅くなるとか、まあ、あの、ここ入ったばっかのところで、これ入ったばっかのところ、だいたいこの位置かな。この位置で待ってても、例えばここら辺のモブが、まあ、こっちに寄ってきちゃったりとかもあるんですよ。まあ、そういう場合は、あの、止まってる人ってやっぱなんかやってる時とかだったりして、まあ、それで、ま、枯れなかったりとかあるんで、それでどんどん待たせちゃうみたいなこともあるんですけど、まあ、それくらいはね、あ、まあ、なんかちょっと止まるっていうか、なんか忙しいんだなと思って、俺は別に気にしないんですけど、まあ、それで、まあ、モブが散ったりして、あぶれたりするんですよ。まあ、それで遅くなったりはするんですけど、別に、あの、強い人がいっぱい来て、まあ、例えばここら辺で中途半端な位置でいて、なんかモブが散らされたりとかしても、別に強、めっちゃ強くて、まあ、こういう全体攻撃とか、広範囲のやつとかでね、みんなワンパンで勝って早く狩れるならいいんですよ。でも、そういう散らす人って大体知識がなかったりするんで、あの、そういう人に限って倒すのが、やっぱワンパンじゃなくてツーパン、サンパン、ヨンパン、ゴパンとかじゃないと倒せないみたいなこともあるんで、そうですね、モブ集めに関してはね、やっぱその火力があんま出ない分、あの、そういう技量でやっぱカバーしていきたいところが、まああるんで、まあでもほんと何回も言うようですけど、ちょっとね、あの、なんかいろいろ言うとかわいそうなんで、もし言うとしても怒らずに普通にあの、こうすると早いですよってあの、優しくね、教えてあげるだけにしてください。マジ怒んないであげてね、本当に、あ、なんか癖でちょっと、パーティーの募集を押してしまいました。で、以上で今回言いたいことはね、言った感じですね。言いたかったのはそのウェーブ方式で、モブが湧くところの中心で待っている。で、モブが湧くところの範囲が大きい、まあ大体さ、大きくて2箇所ぐらいで待ってた方が1人ずつ待ってるのがいいんで、まあそういう、まあ連携をすると早いよっていう感じでした。まあノラにね、文句言うのはさすがに、ノラは正直パーティーを立ててくれてるだけで本当にありがたいと思うので、そうだね、あんまりノラとかにね、文句とか言わない方がいいんで、てか、ノラじゃなくても文句言うのダメですよ、マジ。かわいそうなんで。ダメですし、もう喧嘩とかになっちゃうんで、まあ、そうですね、こういう風にやると早いよとか、本当にね、優しく教えてあげてください。もう言いたくなったら、あ、まじ、まじ、また癖でやっちゃった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。